うっす。空気の水を持った戦士、ずっとあなた方を待っていました。お願い、人魚を救ってください。そう言うと女の姿は幻のように消えそう。あいつは一体何だったんだろう。しんちゃん、あれはきっと幽霊だったのかもしれない。なんか体が寒くなってきたな。おお。とにかく先を急ごう。騒ぎになってきただろう。4人での会話もなんかこれヘッドホン逆じゃないか。これヘッドホン逆ではなかった。呪いかと思った。幽霊の大兜買ってきたから大兜を買おう。俺は装備できないから。なんでだよ。いいじゃない、ガントレットも装備できるんだから。俺が大兜を装備したってさ、なんでそんな許さないんだ俺の大兜。ん、もうついたんか。中間が丸々、中間アニメーションが丸々カットされていた。なんだシートロル、海誘い。そういえばなんかシー感があるような気がする。ていうかお前らと戦ってる今はまあねえよ。だってもう MP が使っちゃうからね。 MP は使わない。あ、俺ポーション持ってきた。そういやポーション買ったっけ。99個買ってないような気がする。まあいいわ。なぜかって、俺にはもう十分な量の魔法があるからさ。あんなポーションに頼らなくても、あんなポーションに頼らなくても。そう、そして俺には今あれもある。癒しの杖もあるんだ。そして魔導士の杖もある。完全覚醒してるぞ俺。もはや私は完全覚醒している。あんたちょっとポイズナが怪しいな。ただポイズナ剣はあるけど、ただポイズナ剣で持つかどうか。おお、火力あるなお前ら。おお、やめてくれ。毒はやめろマジで。混乱してくれ頼む。もう癒しの杖でどんどん伸ばしていこう。引き伸ばして引き伸ばして癒しの杖。でも敵強えな。めちゃくちゃ火力あるじゃん敵。これこっちでいいの。まあでもこっちないと無理だよな。あ、でも塔の方かもしんない。ひょっとしたら塔の方先に行くのかも。まあでも水ってそんな最後じゃないだろ絶対。塔が最後だな。高レベルアップ。ちょっとレベル経験値上げてきたわ。6000ぐらい。あ、24個もあるじゃん。なんだ、恐れるにたまんない。いや、ポーションが一つもねえ。大丈夫か。ポーションゼロはちょっと推奨できないぞ。推奨だぞそれは。こちらに宝の匂い。宝に釣られるように私は。明日の方にもあるな。ん、あ、こっち。ホワイトシャーク、シャーク格差があるな。ホワイトシャークとシャークなのに。ただ白いだけだが、ここではサメ界ではもう白いことが全ての権力になる。ただ白いというだけで。けど死んだ。けど死ぬ時は死ぬんだよ。ホワイトシャークといえど。もうオネカマ完全癒しの杖。もう癒しの杖がオネカマになってるな。癒しの杖がオネカマと化している。俺の大ダメージちょっとしてこいつら。あれか、あれに弱い感じ。あ、なんもねえのかよ。でもな、結構いい宝があるから。まあいいや、練り歩こう。練っていこう。いい宝があるからさ。結構だってリボンとかも床拾いってことさ、相当いいアイテムですか。最強アイテム床拾いだよな。もうリボンが落ちてるってこと。軽視できない。床に服あり。3回ヒット、しかも毒。まあ毒消し20個以上あるからな。やはり毒消し持ってきてよかった。備えがいい備えをした。おお、火力も出てんな。火力も申し分ねえ。俺たちは強い。そのままただポイズナ剣使おうぜ。さっきバコルダ1回あれいい。思えばバコルダ別に1回でもいい。おお、2000ギル。まあこの2000ギルなかなかバカにできない重みがある。
守りの指輪買んといかんからな、全員。そうだ、守りの指輪買ってねえんだよな、まだ。買いたいな。守りの指輪だぞ、だって。守り感がやべえ。本当に守ってくれそうだ、守りの指輪。FF の守りの指輪。でドゥドゥドゥ、ドゥドゥドゥ、ドゥドゥドゥ。しかもこいつ1体で580。なかなかいいっすね、この回転神殿。ちょっと一回練り歩いていこう。で、別に途中で力尽きたらさ、それはそれでいいじゃない。ダテレポがあるんだから。俺たちにはそう、ダテレポがある。こっち行くかな。ホワイトシャーク、うめえ。カモっしょ、ホワイトシャーク。カモ認定した。俺を狙うのは一番後ろにいるのに。けど、癒しの強いから。ばらけてくれ、攻撃は。ばらけた方が絶対。その隙に俺は回復するんだからよ。癒しの杖をこうやってうまく有効活用すればかなり長い間燃料が持つぞ。リッター15キロぐらい走れ、これで。エコで行くぜ。シートロル、シースネーク。お前らシーつけりゃいいってもんじゃねえぞ。シートロールにシースネーク。本当にシーなのか怪しいぞ、お前。インスタントシーかもしれん。要するに頭にシーをつけて、青く体を塗ればシーとして、そういう奴らをシーとして派遣して、それで金を得ている集団がいるな、後ろに。こいつらのバックに。中間人材派遣が。薄汚い奴らが黒幕にいるぞ。シーと名前をつけ。青く塗って派遣する。それにより金を得る。薄汚ねえ奴らが存在してる後ろに。広いな、練り歩いていきたい私は。てかなんでこれさ、俺ばっかりこんな狙われんの。俺一番後ろにいるのに。タカが狙われるよ。タカがもっと狙われればその全体がうまい感じに行くんだからよ。そうだ、上のやつだ。加藤とタカ行けよ。加藤とタカを狙えよ。俺を狙うなよ、もう。俺こんなに傷ついてるのに。それでいいんだ。タカは毒に。もっと上にいるやつを狙ってくれ。俺はこんなに傷ついてるんだ。ドゥンドゥン。てか力の強いってなんだ。使っても意味ない。売りてえな、ほんと。今金がいるんだよな、俺。鬼のように強い。なんでこいつら3体倒して500なんだよ、ケチくせえ。1500ぐらいくれよ。ホワイトシャーク1匹で500だぞ。理論で言えばそうだろう。タラポイゾナス、あれ俺タラポイゾナできねえ。なんでだ、あれヘイストがあるから。そっか、でもヘイストまでどうせボスで1回しか使わないじゃないか。タラポイゾナが全てに優先する。フェイク扉が多いな。なんだ、サハギンプリンス、サハギンチーフ。そういえばどことなく風格がある感じがする。そういう目で見れば、そうやれればそうね、どこか風格がある感じがするわ。プリンスと言っとけ、ちょろいもんよ。おお、これがサンガー。見ておけ、これがサンガー。サンガーやべえな。サンガーマジでやべえ。ドゥ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 。ダメだよ、あれだけ殺してる。600かよ。一人頭いくつだよ。一人頭80ぐらいじゃねえか、プリンスを。え、何これ。え、もう確信じゃん、こんなの。てか何もないの、基本的に。なんで基本的に何もないんだよ。おお、横からだと見せかけて110ギル。ジュースもう買えねえ、110ギルだったら。あと10ギルいるよ。なんか確信感あるよな、もう。確信に近づいてる、これは。ひょっとしてそんなに、ひょっとして狭い、ここ。俺が確
手に広いと思っていただける、実は狭いのかもしれないな。仕込みろ、新助はもう回復しつつあるぞ。上のやつ狙ったことによって、やっぱ俺ヤシの杖はすげえ、ヤシの杖取ってよかった。ヤシの杖がもう一番の収穫かもしれんな。だってもうダンジョンで無限戦いできるじゃん。無限戦いモードが実現。金が、俺はもう2万。あ、よかった出れる。なんか狭くないか、ここ全体的に。なんでこんな狭いの。何、リッチのところとかさ、マリリスのところとかベラボーに広かったじゃん。ここなんか全然広い感じして狭いわよって。敵もそんな強くねえ割には経験値も結構持ってるしさ。今まで一番おいしいぞお前ら、お前ら一番、今まで一番うまいわシースネーク。おい、ついに俺たちは覚醒した。まずこの癒しの杖というものを得て、もともとね俺らこの能力自体は高かったから、高かったからさ、すごい。今まで足りなかったのはそう、癒しの杖のような常備剤、いつでも回復はできるという、それが足りなかったのよ。いいね、守りの指輪貸してもらうよ。ウォーター、竜巻が、こいつは一体なんだ。概念が襲いかかってきたぞ。しかし鷹に、鷹にかかればこんなもん、水すら構わず切る。もはやバーサーク、ゴースト。ろくろを回してくれ、お前は女の子の後ろに行って。いいぞ、鷹が狙われると気分がいいな。鷹を狙ってくれ、もっと、もっと鷹を狙え。そうすれば癒しの杖効率だから。俺は狙うな、あんまり。マジで神器じゃん癒しの杖。ほんとガラッと変わったな。これポーション3個分だから、4個分だからね、癒しの杖結界で。もうポーションはいらねえ、もうポーションの中に足らなくてもいい、そんな時代が来た。加藤あと3000、シンスカード3500、モネカまた1500。いいっすね、近づいてきた。宝の取り逃しだけはマジ勘弁だな。もうあれで、あれもう誰だけでいいよ、もうホワイトシャークだけでも。ゴーストはきつい、4人だから。数が出てくるよ、なんか。鷹の一撃、あ、鷹の一撃でもしなかった。めんどくせえな、もうゴースト、ゴーストめんどくせえ。俺は切れたぜ、お前は俺を怒らせた。ああダメだ、レイズが使えるからファイが使っちゃダメだな。くっそー、ててててて、そうだ、高狙い。うえー、てかこいつ何、火力めちゃめちゃくちゃすげえぞ。たかがゴーストのくせに、なんでその火力は。お前力ないだろ、お前らにそんな力っていうか持てないだろ、そもそも物をゴーストなんだから。それがなんていう力だこいつら。加藤がちょっとへこんでんな。逆に俺は元気だ今。ならば俺を狙ってもらおう。金もすげえな、ゴースト。おお、俺は飛びついた宝に。くそ、キングマミア弱いでしょこいつら。アディアか、アディアでいいっしょ。ドゥ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 、こいつらだってあの城で出てきたやつじゃん、いつだかの。お前らやって、あれだ、俺だ。アディアだ。
アリアで死んだのお前なんて。アミおい加藤がやべえ、加藤が悶絶して、間に合ってくれ、加藤が死んでしまう癒しのせい、俺は固くない魔法を使わないからな、加藤はこの癒しのせいで癒す、エネルギー効率を上げてからな、何ちょっと攻撃や他のやつに偏りをする、ドゥルドゥドゥドゥルドゥ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 、お、すげえ、線もなんでそんな線も持ってんの、すごいじゃないか、おお、七が伸びてる、分かってるね、俺がどうすれば喜ぶか、巨人のこと、素晴らしい、これなんか攻撃力を伸びそうだな、防具、巨人のことどうしよう、加藤装備すか、じゃあできる、え、できる、え、っていうか小手なんて装備できたの、そもそもチョコウェポン41、アーマー41、回避率60。さあどうだ？ん？アーマー40ならかなり上がったな。てか、アーマー47って。お姉かま、33。俺は25じゃねえかな。ん？てか、なんか俺、縦装備してない、あ、ガントレットあった。あ、なんで俺縦装備できないの俺。縦装備できないの俺。なんだよ、それってこれ。縦装備できる俺。あ、できねえんだ。縦装備できる、あれなんかできたような気がしたけどな。あ、でもとにかく加藤が硬いな、今。待って。加藤そんなに硬くなってどうする、あ、でも俺ガントレット持ってるから。くっそ、取り上げようと思ったのに。てか、ケアラ使おう。ケアラこういう時使うといいな。このちょっと凹んできてさ。知識圏内に入った時に。そこがケアラの使いどころよ。俺もだんだん分かってきたさ。こうなるとキャール強いな。単体のさ、回復能力に対して期待はしてないけどさ、こう組み合わせるとね、こう癒しの杖の補助として使うと急にその存在感を発揮する。急に存在感を発揮し始めたぞ。癒しの杖という大黒柱を手に入れて、それぞれが機能し始めた。一本筋が通った。太いラインができた。これで四頭身ボーイズは本当の強さを手に入れたぞ。ララララララ、ライトワックス、これはもちろん高だろう。50の101、ただこれ命中率落ちるかもしれん。わあ、やっぱりな。あ？は？え、弱くなってんだけど。嘘、弱くなってんだけど。そんなことがあっていいのか？ライトワックスよ。あ、ま、ライトワックス、でも、いや、ディフェンダーの方が絶対強いでしょ。41の82。39の62。ゴミじゃねえか、ライトワックス。こんなゴミを。俺かも。じゃあ、ライトアクスは一体。何のためにライトアクスここに置いてあるんだ。売るぞ、もう。即売るからな。もう逃げろ、こんな。やってられない。やってられねえんだよ、お前なんて。こんな大量に。大量に打ってだけで魔法使わんといかんかな。ほんとに。逃げろ、逃げろ、逃げたもん勝ちだ。こんな。あとは頼む、逃げてくれ。え、ずっと逃げられなかったのこれ。そんな。で、こいつら9タイム出てくるんだよ。インドの映画かよ。ゾロゾロ出てきやがって。もう逃げ。頼むよ、4回も。てか、これ人数いると逃げにくくなるんじゃないこれ。敵がたくさんいると。いやいや、もう10回目だぞ、逃げ。バカな。だって、こんな逃げられないってことないじゃん、いつも。なんでよ。分かったよ、お前。そんな死にたいんだったら。殺すね。なんでこんな好き放題されなきゃあかんのじゃん、お前。なんか
そんなに死にたいのであればこのサンダラでだ。サンダラどこあった？お前らなんかにサンガは高級すぎるわ。どうせ雑魚ばっかだろ後ろのやつ。サンガに近い。プリンスが生き残るぐらいよ。でもこうやってプリンスはタカで。お前らやりすぎたな。いたずらする相手を間違えたぞ。はよ使え俺。ためんな。よし。お前たちが神槍に弱いってことはもう知ってる。ちゃんとビデオを見て研究してきたからな。ビデオを見て研究してきたんだよ。430回。カトレブラップ。お前魔法は？魔法はどうよ。あ、2になってる。なんだろう、なんかすげえ豪快な上がり方するな、カト。なんか一気にギュインっていくな。ん？これはがっついた。ガッ。ホワイトシャーク。こいつ固定演歌かもしれない、これ。でもいいよ、ホワイトシャークは全然。あのサハギンに比べたらもう、こんなやつ。一人しか出ないんだから。どんなにきつくとも。どんなにきつくとも。今日は牛肉を食うわ。牛肉は半額だったんで。おお、3が3になった。もともと3だったっけ。この3がで牛肉焼くか。強火が過ぎるかもしれん。それはいいから。ほらな、あ、俺もホワイトシャークうまいわ。なんかついてきてる。なんかついてきてんぞ、プリンスが。なるほど、ホワイトシャークとサーギンプリンスは友達ってことか。この、何シャークの王さとサハギンのプリンスでウィンウィンの関係ってところが胸クソアリーナ引き下ろしてやるぞお前ら片方の。よし殺した。牛肉と青唐辛子を炒めるわ。それだけのモチベに行ってこれ。よし810。マジで経験値は大したもんだお前ら。17000か。こんなにサクサクレベル上げられるのってそんなねえよな。やったやったやった。これはマジで嬉しい。リボンは本当に嬉しい。じゃあ俺だろ、もうリボン間違いね。見てくれこのリボンを。ステータス上がった。あれ、あんま、あ、そうか、あんまそんな増えねえんだ。なるほど、リボンだからな。みんな見てくれこのリボンを。似合うだろう。しんちゃん。あお。まあ、やってるんじゃないか。皆が距離を置いているのがわかる。皆が距離を置き始めたことを痛感しています。これまたサンダラで倒さないとよかんのか。めんどくせえな、こいつ。蚊に刺されたかもしれん。ちょっと無比を塗る。この無比もうさ、7、8年ぐらい前に俺んちあるんだけどさ、これとしても出てないんじゃね、これ中の液が。出てる、本当に。そう、これ、裏見たら2013年って書いてんだよね。2013年10月って書いてんだよね。これ意味あんの？意味あります？この無比、ひょっとして。もう無比ではないのかもしれん。もう殺してくれと言ってるような気がする、この無比が。そういえばなんかスースーしねえもん、そんなに。もっとスースーするような、本物の無比は。もう無比が殺してくれと言ってるよ、もう。でも無比、お前は殺すことはできない。頑張って生きてくれ。頑張って生きてる。いいことがあるぞ、生きてれば。お前はそこで生きる。あくまで生かしていく無比は。無理やり。おい。C 取る。お前本当に C の生物なんか、なんか、疑わしいぞ、お前が本当に C の生物なんか。だってお前、明らかに肺呼吸じゃねえか、まず。なんでお前が C なんだよ。お前体青く塗っただけだろ。わかるぞ、お前。お前心の深いところで海を舐めてるだろ、お前。くそ。なんもない。
けど楽だな、ここ。リボンもちゃんと回収したしな。まあ、要するに、アイテムをね、芯のあるアイテムを回収していけばいいんや。ライトアクサーいらんかったけど。まあ、いいよ、もう、ミサソリは。ミサソリはいいよ、もう。毒やめてくれ。まあでも毒消しはあるからちゃんと。それにただ毒消し系をまだあと2回ぐらい使う。でももうただ毒消し系なんてもうさ、こんだけ使うんだったらもういいや。もうポイズナーなんか忘れたよ。ポイズナーのその4000ギルは忘れた。そのなんかもう、まあ、あのスーパーでポイントを貯めてたことはもう忘れたよ。大量の収入を得て、あのスーパーのポイントも忘れたもん。あれはあくまで主婦が限られたお小遣いの中でやりくりするから面白いんだ。あれは大金を得たものにあの楽しみはもう味わえ。俺はもう6万ギルの魔法を買う。6万ギルの魔法、2万ギルの守りの指輪、ブランドに身を包む。4回ヒットしてんじゃねえか。ひょっとしてこれあれか、フラッシュ暗闇と書いてあるが、実は効果が、おお、1400だと。ぜひお願いします。毎回出てきてください。あなた、ちょ、これ進んでる。本当になんか同じとこ行ってない。大丈夫か。めちゃくちゃ広くねえかこれ。物先制攻撃、これで癒しの杖で。どんどん加藤がもう220ぐらいまで回復するだろ。これすげえ癒しの杖、これやべえな。本当に癒しの杖がやばい。神器だ。もはや癒しの杖がおねかまになってる。癒しの杖がおねかま。よし、今いくら持ってる。5万ギルぐらいあるんじゃない。うわ、10万ギル。なんで？俺の予想をはるかに超えてた。これ始まった時1万ギルしかなかったのに。ウォーター。鷹に切られる、お前は。そういう運命。たとえ水といえど、水すら切るぞ、鷹は。鷹流剣術で。癒しでどんどん回復していく、俺は。チキン南蛮食いてえな。カロリーの塊。鶏肉を焼いたものにマヨネーズと卵のソースで。カロリーやべえな、そう考えると。チキン南蛮やめておこう。太ってしまう。ん？これどっちだ。こっちか。でも広くね、ここなんかの。もっと狭いかと思ってたわ。舐めてた海を。海を舐めていた。っていうか、アイテムがな、問題は。そこまで練り歩いてきてねえからさ、アイテムが、取ってねえアイテムがあるか。かなりいいもん落ちてるからね、本当に。それが不安だよ。まあ、いっか、でも、行こう。いや、でもリボンが、リボンはさ、その最後まで通用するじゃん、どう考えても、うん、ライトアクスとかまあいいけど、取り逃しても。ああいう武器は、いや武器も取り逃したくないよ。もう葛藤があるよ。俺はもう何も取りこぼしたくないぜ。あんじゃこれ。いや、広いな。なんでこんな広いんだよ。無駄に広いな、ほんとに。まだボスはいるんだぞ。まあでもボスは弱いからいいか。ボスが強かったことあんまねえわ。まあ、しかも今回バコルド使うからさ。俺は開幕バコルドを使わせてもらう。で、開幕タカにヘイスと。そのまま切り殺す。ここは、こう。なんか楽勝だったな。今回、あ、そうか。こういう時キャラ役に立つな。よし、俺のギャルだ。
単独へ。トマローのキャロー単独っていけ。キャロだ、キャロだ、飛ばすと。よし、いでぐれもうこんなに俺魔法使えるようになったんだぞ。さあ行くぞ。水の誰だお前。カオスの玉は全ての水を巻き込む。フォフォフォ。水の川スクラーケンに歯向かうとは身の程知らずのやつや。クラーケンか。おお、わかっこいいな。基本的にドットめちゃくちゃ迫力ある、ね、早速ヘース高め。そしてバコルト。知ってるぜそのパターンは。さあ頼むぞオメガも。早く早くだ、早く早く早くだぞオメガもよ。よし、早い。何をしとるんだお前は。お前は何をやっとるんだ。その隙にエース、あ、やっぱこれ加藤にエースをつけるべきだったな、うん、やっぱ買うべきだわ加藤にエースと。そしてうん、これ何かやることあるのか。あ、でこういう時にさ、なんかブリン、インビジとかあるといいよな。あれ買っとくか。じゃあインビジとかプロテアとか、まあヤシの杖だ、ヤシロケチロ。うわ、7回ヒット。元が4回ヒットだから大変なことになってる。君たちは強い。もう十分に強いよ。そして見てくれ。最大体力がもう336、339、336と。330回を結成し、俺たちで。タカ金星の。タカ金星の330回。で高い、8回ヒットした。タコだけに。いけ、タカ対タコ。でかこいつ、死が見えてきたぞ。レイズだ。とにかく一人生き返らせろ。そうすれば。よし、危ねえ。おお、耐えた。危ねえ。バコルドが今のところ何の役にも立ってない。え、え、俺レイズ買ったよね。何それ、外れるとこあんの？バカ。しゃぶね。外れるとこあるの？レースが。バカだろそれ。アドメザした。俺に経験値なんで外れんだレースが。外れんな。あれまあ1400ぐらいか。ならよし。いやなんか淡々と言っちゃったな。ギャラガってどんぐらい回復するの？普通に手に入れてしまった。いやこれはマジででかいぞ。なぜかわかるかい。それは全回復するということは、これからレベルアップすることにどんどんその回復の量が増えていくからだ。毎回言わせていただいてます。これは私は毎回これを主張させていただいてます。それほど全回復魔法というのは尊いのよ。いやでもこれね、ちょっとオフで回収してくるかもしれん、このアイテムを。てか俺ら強いやん、もうその魔法の回数がそんなに多くないからさ。魔法の回数で適正レベル測ってるけどさ、これ結構レベル高いかもしれん。俺ら魔法のレベルで適正測ってるから。思えばもうオネカもレベル7の魔法3回使うからな。なかなかのもんやぞ、なかなかのもんやぞ。さあ出るぞ。あ、ここに出るんだ、ありがてえ。いやそれにしても疲れた。今宿に泊まりたいぜ。しんちゃん、ここの宿には温泉もあるらしいぜ。なに、それは入らんといかんな。あお。まあ風情があっていいんじゃないか。その夜俺たちは温泉や宴会を楽しみ、酒に酔いしれるのであった。